どうも皆さんこんにちは、こんばんは、先生と申します。今回はガンプラではなくこちら、現在放送中配信中のアニメ境界線キオリ HG72/1 メイレス上眼を作ってみたいと思います。境界線キオはバンダイとサンライズがタッグを組んで作ったオリジナルアニメーション作品になっていて、このキットはそれに登場する機体になってます。他にもこのシリーズのプラモデルは出ているんですが、今回はこの上眼を全塗装してどんな仕上がりになるか試しに作ってみたいと思います。それでは行きましょう。それでは箱を開けていきます。箱の中身は HG では普通の量ですね。袋の数も5つとそこまで多くなさそうです。ランナーはこんな感じ。この機体の特徴であるスナイパーキャノンが一番大きいパーツですね。その他カメラアイのクリアパーツ、ホイールシールが付属しています。一部の塗り分けはシールで再現するようになっているみたいですね。説明書は一部カラーでいつも通りのタイプになってます。それでは早速作っていきましょうか。仮組みをしている間にこの作品の背景について見ていきましょうか。時は21世紀半ば、日本が支配された状態で物語は始まります。経済政策の失敗、少子高齢化などが原因で日本は追い詰められてしまいます。そこに世界中の国が介入して経済援助、治安維持の名のもと各々勢力を拡大していきます。そこでついに武力衝突が起き、戦いが起きてしまいます。日本は奴隷国として虐げられるわ、戦いの最前線にされるわでほぼ積んだ状態。そんな中このメイレスと呼ばれる機体を使って反旗を翻すという話ですね。少しスカッとするアニメになってます。そして話してるうちにサクッとできてしまった足のパーツなんですが、なんと可動箇所が9つもあるというすごく考え抜かれたものになってます。つま先もこんな風に動きます。少ないパーツ構成ながら可動域は申し分ないですね。仮組みの状態はこちら。ガンプラなどにはない珍しいフォルムをしてますね。デザインは工業デザイナー、カーデザイナーである奥山清之氏が中心に手掛けているそうです。確かにとても組みやすくて、実際のロボットはこういう構成になるんだろうなぁと想像させてくれるデザインですね。肩にはコンバットダガーがこのように収納できます。マニプレーターは握り拳の他に開いた状態のものが付属しています。そして 120mm 二連装狙撃砲という巨大なスナイパーキャノン。狙撃用の手のパーツは一部塗り分けがされてませんね。さらに狙撃時機体を安定化させるアウトリガーもリアスカートの差し替えで展開できます。とてもシンプルな構造で組み立てが簡単にもかかわらず、目立つ合わせ目もなく裏打ちパーツもある、すごく出来のいいキットですね。それでもって可動域もかなり広い。バンダイさんはこのアニメに力を入れてるのかもしれないですね。全体を見るとこんな感じ。プロポーションも完璧ですね。早速このキットをサクッと全塗装してどんな感じになるかやっていきたいと思います。それでは行きましょう。早速いつも通りヤスリがけ表面処理をやっていきます。このキットはカクカクしていて面が多いので、これらを使ってやすっていきます。紙やすもスポンジやすりですが、厚いものであれば十分表面処理できます。400番から800番ぐらいまでのやすりを使って表面を整えていきます。そして元々あるパネルラインもタガネで彫り直していきます。処理し終わった胸部がこちら。複雑なディティールがない分、いつもより短時間で作業が終わりました。それではサクッと塗装をしていきましょうか。まずは裏打ちパーツなどのダークブルーの部分を塗装していきます。使うのはナスカメカニカルサーフェイサーライト。
HG でこのリアスカートの裏打ちパーツは素晴らしいですね。今回カラーリングは動画でもたびたび登場するこの3色で塗装していきます。まずはメインのブルーパーツをニュートラルグレー3で塗装していきます。下地はグレー作なんですが、なんかあまり変わらないですね。続いてアクセントカラーとしてスチールホワイトを塗装します。今回メインカラーがグレーで差し色がホワイトといういつもとは逆で塗装していきたいと思います。そして2つ目のアクセントカラーはミリオンブルー。この色を差し色にすると一気にセンチネルカラー風になっちゃいますよね。もともとのブルーとイエロー、そしてフォルムがセンチネルっぽい感じがしたので、このカラーリングにしてみました。こうやって塗装してみると意外とガンプラとのシナジーがあるかもしれないですね。ミキシングも意外と相性が良さそうですね。バーザムとかならいけそうな気がしますよね。最後に武器類をミッドナイトブルーで塗装します。メカニックにおいて自分の身の丈よりも大きい武装っていうのは実際は使いづらそうですけど、ロマンがありますよね。仕上がりはこんな感じ。これで塗装は終了。部分塗装スミレを行っていきます。メタリック部分は下出るカラーバルタザールゴールドとナルンオイル、そしてグリーンポイントなどはこれらの色を使います。しっかり塗料をかき混ぜて水で薄めつつ、面相筆でちまちま塗っていきます。下出るカラーは水性塗料なので、はみ出しても乾く前なら水で、乾いた後ならマジックリンで拭き取ることができます。仕上がりはこんな感じ。さらに上からナルンオイルを塗ります。この劇中でもあった重機ロック解除の部分は下出るカラーのムートグリーンで塗っていきます。筆は最近購入した紙筆の黒炭、毛先が繊細で柔らかいのでムラができにくい筆になってます。一発で綺麗に塗れました。さすが高い筆だけありますね。いい感じです。このスナイパーキャノンはドライブラシを使ってサクッと簡単にディティールアップしていきましょう。ドライブラシ用の筆を使って水性メタリック塗料を塗っていきます。今回は赤鉄色を使っていますが、シルバー系なら何でもいいと思います。乾いたキッチンペーパーなどに取った塗料をこすりつけて落としていきます。塗料がほぼつかなくなったら OK ですね。早速エッジの部分にさっさとこすりつけていきます。よくマニピュレーターなどでこすれそうな部分は多めにのせてあげるとそれっぽくなっていい感じだと思います。何もしてないのがこちら、そしてドライブラシをしたのがこちらになります。一気に重厚感が出ましたね。ドライブラシは簡単にディティールアップできる手法の一つなのでおすすめですね。まあ、ついついやりすぎちゃうのでそこは気をつけないといけませんね。最後にこのマークセッターを使ってデカールを貼っていきます。つけたい部分にマークセッターを少しつけて水転写デカールを乗せていきます。位置が決まったら綿棒で水を押し出して圧着。今回はセンチネルカラーということで地球連邦軍のデカールと型式番号が YM01 なので01のデカールを貼って完成。はい、ということで完成しました。仕上げのトップコートは半光沢で仕上げました。早速組み立てていきましょう。まずは下半身、下半身はこんな感じ。この取り足関節メタルギアを彷彿させますよね。続いて上半身、しっかり面を出せたのでメカニカルな印象が増してると思います。下半身を取り付けて最後に頭部をつければ完成です。ちなみにカメラアイの部分は蛍光塗料で塗装しているので UV ライトで光ります。そしてこちらがスナイパーキャノン、持ち手はしっかり塗り分けています。今回ガンダムのセンチネルカラーで塗装してみましたがどうでしょう。意外とうまくまとまったかなと思います。境界線機のキットはこれが初めてでしたが、パーツもシンプルで塗装もしやすかったですね。そのまま作ってもいいし回収もしやすそうなキットでした。ということで最後にターンテーブルで見ていきましょう。メイレス上眼センチネルカラーです。
最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いいたします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。